はい、ということで広島に到着しました。今日はね、この後宮島に向かうので、とりあえずバスで広島駅まで行きたいと思います。広島駅到着しました。いや、バスめちゃめちゃ混んでてびっくりした。一応ね、増便はしてくれたんだけど、バスで移動する場合は時間に余裕を持っておいた方がいいと思います。はい、じゃあ次はね、ここの広島駅から電車に乗って宮島まで行きます。この宮島口行きだね。11時31分。あ、いい感じ。あと5分ぐらいで来る。あー、電車いっぱいだ。座れなさそうだ。途中、開始は11時46分。宮島口駅に到着しました。ここからね、船です。船に乗っていきたいと思います。穴子飯だって。お腹すいたな。あ、めっちゃいい匂い。ここかな、宮島口旅客ターミナル。ここだね、宮島駅フェリー。素晴らしい、スイカが使える。そのまま結構並んでるな。乗れるのかな。はい、宮島到着しました。結構人すごいね、平日なんだけど。でもめちゃめちゃお腹が空いたんだけど、とりあえずこの厳島神社行って、この鳥居を見に行きたいと思います。めちゃめちゃ天気がいいわ。船はすごい寒かったんだけど。美味しい食べ物屋さんがいっぱいだよ。待って、鹿がいる。え、厳島神社っていうか宮島鹿いんの。寝てる。牡蠣美味しそう。穴子飯。何食べようかな。
角がない、見えてきた。あ、てか待って、海綺麗なんだけど、こんな綺麗なんだ、透き通ってる、なんか南国にいる気分なんだけど、すごい海が綺麗。お、見えてきた、あったあった。だいぶ潮が引いてるっていうのかな、こういうの。下まで降りて歩ける。あそこに大行列ができてんだけどさ、あそこから記念写真撮ると綺麗なのかな。でも結構距離あるけど、あ、そっか、今私がいるところも全部海になってる時はあそこから記念写真撮るといいのかな。で、こっちが本堂かな。やばい、鹿が立ち向かってくる。どうぞどうぞお通りください。あ、こっち行くとロープウェイがあるんだ。あー、でもちょっとごめん、私本当にお腹空いちゃってて、そっちの方まで行く元気なさそうだけど、ちょっとチラ見してこようか。乗らないけど、こっちにもご飯屋さんある。至る所にいらっしゃる鹿が。ここだ、ロープウェイ。どこ行くんだろう。瀬戸内海の展望、なんとか後巡り公園。ちょっと今日は乗りません。ちょっともうお腹ペコペコなんで、一旦桟橋方面の飲食店が集まってる方に戻ります。おチャンネル。あー、何食べようかな。本当お腹すいた。焼き牡蠣穴子ちくわ。あー、美味しそう。もみじまんじゅうのアイスサンドバージョン。ハイもみじもある。揚げたてもみじまんじゅう、これも食べたいな。でもちょっととりあえず一旦大きいものをガンと入れたいんだよね。あんころね、美味しそう。もみじクロワッサンだってめっちゃ美味しそうなんだけど。このフライ串めっちゃ並んでる、人気なのかな。かわいい、リラックままんじゅうだって。リラックマのお店だ。ちょっとね、商店街がめちゃめちゃ混んでたんで、食べ歩きはあそこでするとして、ちょっと大きいドーンとした食べ物は商店街じゃないところで食べようかな。もうお腹空いたからここで食べる。めっちゃ美味しそうだよね。かき鍋うどんとかあるし、おきみ丼とかいろいろある。どうしようかな、やっぱ牡蠣だよね。美味しそう。やばい、牡蠣フライと穴子ご飯がついて2300円。美味しそう。やっぱ牡蠣だよな、牡蠣食べたい。あ、牡蠣鍋うどんとか美味しそう。めっちゃ美味しそうなんだけど。あ、硬い。柔らかいかと思ったら硬いわ、結構。お、あ、これちょっと切るやつじゃないな、かぶりつくやつかも。ちょっと失礼します。いやー、牡蠣めちゃめちゃ美味しかった。甘くてさ、牡蠣フライもサクサクでめっちゃ美味しかった。さて、メインを食べたので、この後は商店街、表参道に行って
てデザートを食べたいと思います。相変わらず人が多いな。あ、でも行列はちょっと少なくなってるかな。チョコレート、チョコレートだって。はい、めっちゃサクサク、すごいあったかい、出来たてかな。これ食べてるとき鹿が寄ってくるかもしれないから気をつけて。鹿が追いかけてきちゃった、どうしよう。あげれないよ、ごめん、ちょっとマジであげれない。どうしよう、私が先導してんだけど。ちょ、ごめん、ちょ、諦めてくれ、頼むから。なんとか鹿を巻いた。わー、びっくりした。このチョコレートね、甘さ控えめ、全然甘ったるくなくて美味しい。びっくりした、めっちゃびっくりした。ごちそうさまです。やばい、さっきの鹿いたずらをしております。次何食べようかな。やっぱもみじまんじゅう系のスイーツが多いんだよね。やっぱり揚げもみじかな。このサクサク音聞こえた？めっちゃサクサク。私チョコ好きだからまたチョコにしちゃった。あ、めっちゃ美味しい。やば。サクサク。さっきのところとやっぱチョコレートの味とか全然違う。こっちの方がなんかね、まろやかな味がする、チョコレート。美味しい。揚げもみじめっちゃサクサクでやばかった。超美味しかった。揚げもみじのお店ね、結構いっぱいあるから、どこで食べるのが美味しいとかよくわかんないんだけど、私が買ったお店もめっちゃ美味しかった。もみじ系のスイーツが続いたから、次はちょっと違うのが食べたいね。何がいいかなぁ。あ、抹茶。抹茶か。抹茶じゃないなぁ。え、このディップするもみじがめっちゃ気になるんだけど。これ全部もみじになっちゃうよ。まあ、いっか。これ気になるし、食べてみようか。超かわいい、一口サイズ。あ、すごい、チョコレートもなんかムースっぽい。うん、チョコが冷たい。うん、冷たい。さっきクロワッサンもみじと揚げもみじはあったかかったけど、これ冷たいから最後の締めとしてちょうどいいかも。なんかね、このもみじが人形焼きみたいな感じ。めっちゃ美味しい。めっちゃ軽いよ、このもみじが。バクバクいけちゃうやつだ。結局全部もみじになっちゃったんですけども、全部美味しかったです。ということで、そろそろ宮島を後にして、またね、船に乗って今度は広島の中心部に行く平和記念公園の方に行く船に乗って、今日はね、広島駅近くのホテルに泊まります。平和記念公園行きのフェリーは宮島口から来たフェリーとは違う、こっち353橋。あ、あそこだ、あそこですね。This can be dangerous, so please remain seated. Your cooperation is highly appreciated. これ結構揺れる。船酔いする人はきついかもしれない。走り始めたら結構安定する、あんまり揺れない。
平和記念公園に到着しました。ということでね、この辺で宮島の散策動画を終わりにしようと思います。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。